かつての健康院の様子健康院は、愛知県地田郡東浦町にある、総東州の寺院。自覚は中方山別格地。三号は宇宙山。室町時代中期の文明7年、小川城初代城主、水野忠守によって、水野家の母大寺として混流された。徳川家康の聖母である伝通院が4代、水野忠政の娘であり、 同時で木標されていることから、江戸時代には、尾張徳川家の庇護を受けた。2016年3月、火災により本堂、座禅堂、県誘堂が全焼。2019年5月11日に、再建工事完了とし、落景式が行われた。建婚とは、八家でいうところの西北と南西の方位を表し、小川城から見て西方に作られたことからその名が、 つけられたと伝えられている。また、健康が天と地をも意味することから、三号を宇宙山としたと由来される。帝主は、信仰のあった逆王修順を、健康院の解散に迎えたが、逆沖縄、自らの死であり、感学者としても知られた、河荘泉を、環状解散として、自らは二世となった。川荘は、解散の二ヶ月後に没し、実際には、 健康院に来ることはなかった。宇宙稲荷大明神明王年間、出陣時の必勝祈願のために、伏見から小川城内へと勘定された稲荷神で、現在は健康院のすぐ隣に位置している。なお、下民は狐の嫁入りの発祥の元となったとも伝わる。ありがとうございます。